No disguising it. お帰りなさい、ボス。Really comes at ありがとうございました。To find that you planned it all された子犬、みんなで可愛がらせていただきます。ありがとうございます、ボス。開発の指示を。ありがとうございました。ボス。ボス、戦闘支援が必要なら呼んでください。ボス。ボス。ボス。補給が必要ならいつでもご指示ください、ボス。ありがとうございます、ボス。スネーク、パズ。そうだ、彼女だ。爆発したんじゃ。爆弾は摘出しただろう、二つとも。爆弾。おいおいおい、大丈夫だ。もう一つ。大丈夫だ、摘出した。は君が帰る頃には終わってる。そっちは任せる。 IAEA の連中、僕たちを平和の守護者だと思って帰っていくよ。じゃあ。何かおかしい、もう一度やろう。ボス。
これで海面に激突にもかかわらず命は助かった。だがその時のショックで記憶をなくした。スネーク、ガルベス先生はどこにいるの？まさか。パスは1974年に生きている。それ以前の記憶も KGB やサイファーのことは完全に欠落している。 DD の一種って話だ。自分を守るために記憶を封じる乖離性健忘、さらに人格すら変わってしまう乖離性同一性障害。彼女はその中間あたりだろう。彼女は自分を1974年の女子学生だと信じ込んでいる。この前の平和の日のイベント楽しかったわね。記憶と矛盾するような言葉は聞こえていないんだ。医者によると演技ではないらしい。記憶が戻ればサイファーについて聞き出せるんだが。少し前に回収したあの頃の仲間が持っていた写真だ。見せたら記憶が戻るかとも思ったが。他にも何か持ってないか？何か見せてくれるの、スネーク？任せた。好きにしてくれ。